高度な避難所国防あるいは安全保障に対する合意事項でありますので、我々の方でももちろんいらないんじゃないかということを申し上げるといますけれども、切り離すということであれば、現在の作法合意を破棄しますという意味になります。そういった意味では、検事氏も発祥さんも作法合意の国を検事していきたいということを意思表示しておりますので、これは非常に、遠距離の言い回しでありますけれども、進めるというふうに、私は思っているわけであります。ですから、これは本当にそういう意図なのかどうかということは、お会いして確認したいというところであります。でもなかなかその対応は実現しないということですね。ただこれは先ほど申し上げましたけれども、小中市長批判でも新橋市長への批判でもなくてですね、本当にそれぞれの立場の人がみんな前に苦しみながら判断をしているということは、ぜひ全国の皆さんにご理解いただきたい。決して我々が何かお金のためや経済振興のために基地を前に入れているということは決してはないということは、私も勉強させていただきます。普天間の辺野古移設に関してはどんな部分でありますか？基本的には私は浦添市の市長でありますので、他の市長さんが関わっているという部分に関してもさせていただきます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。市長、すいません。じゃあ、行きましょう。機材の上で、はい、車行きましょう。市長、すいません、アピールです。今日の説明会を受けて、住民の方、昨日の会見でも住民の方はやっぱり一人一人説明していくというふうにおっしゃってましたけども、今日の説明で、それはどういうふうに実現できたというふうに考えてますでしょうか？
まあ、先ほども少し話をしましたが、現実的には全ての方にっていうのはなかなか難しいと思いますので、こういった場をできるだけ設けてより多くの方に来ていただく、そしてその模様をですね、ネット等でも配信をしてご覧になっていただく、で先ほども申し上げましたけども、可能な限りですね、ちょっと集まっているので話をしたいとか説明してもらいたいということであればですね、可能な限り応じていきたいと。最後の方にですね、いわゆるまあこの運行の必要反対を貫くんだったら1年9ヶ月の市長選挙にまあそういう人が出るべきじゃないかというふうにおっしゃってたんですけど、これはある意味で本当市長がそういうことをおっしゃって出られたということもあると思うんですけど、そのところも、はい、残念ながら今回先ほどお話をしたように、容認から反対、そして受任へと変遷していく背景をですね、ご説明をしたつもりであります。ですから次はですね、純粋に政策論として、浦添への移設を受け入れるのか、あるいは断固反対していくのか、そしてこれを確実に阻止していけるのかといった手腕や、政策等をですね、見極めた上で、市長選が行われることを希望しています。ご自身は今の立場でそういう、まあ、もし、勝てる話になるかもしれないですけど、ご自身は今のそのいわゆる受け入れる立場で今度は、まあ、もし出るとしたらそういう形になるということ。いえ、また次のことはまだ今考えている段階でありません。残り、残された1年9ヶ月という時間をですね、しっかりと市民のために誠実に仕事させていただきたいというところであります。市長は先ほどの中で皆さんと同じような矛盾は自分も感じているという話をされていますけど、これは知事がその辺野古移設は反対しながらも辺野古移設は推進の立場ということを指しているということでよろしいですか。それもありますし、なぜ市長選の直前になってそもそもああいうことを表明したのか、また市長選の後には推進するという立場になったのか、あるいはまさにおっしゃるようにここはダメだけど、俺はそれはっていうことの違いは何なのか、たくさんの疑問があることは事実です。ただそれはなかなか確認することが今できないと。まあ先ほど申し上げましたけども、だからといって小野県知事を批判しているわけではなくですね、やはりたくさんの事情や背景や多くのことを総合的に判断して、知事も現在のような選択をなさっていると思っておりますので、しっかりと話が行われて、まあ、お互いに納得できるところがしっかりと生み出していけたらいいなと思っています。何よりもやはり黒か白かだけの対立していく関係ではなく、やはりこの島の未来をみんな一生懸命考えている者同士ですから、そこは可能な限り協議をして対話をして話し合って理解し合っていくというのが基本的に考えます。市長が最後にこのメディアに対してという話をされてましたけれども、はい、やっぱこの問題で分かってほしいのは、賛成か反対かだけでは割り切れない沖縄基地問題の複雑さみたいなところをやっぱ分かってほしいというのがあるんですか。そうです。ネット上で飛び交う批判や罵声等を読むとですね、本当にそうではないことがたくさん裏で何か取り消されているとか、お金が動いているとか、沖縄の心を浮かんでいったところです。そういったことではなく、やはり基地を認めざるを得ない方にもさまざまな事情があり、そして反対をしている皆さんにもそれぞれの一人一人の思いがある。ただ私は県民の全ての人が沖縄をめぐる基地問題に対しては本当に難しい、複雑な、そして歴史にもつ
つながるようなですね、難しい問題だと思っている、そういった、我々の難しい歴史を抱えて今生きている我々がまさに東アジアの安全保障を担わなければならないという思い、荷物の中で本当に潰れそうな思いで我々が今いるということをですね、ぜひ全国の皆さんにも分かっていただきたいと思います。我々も基地には反対です。基地のない島も我々も望んでいます。しかし同時にこの日本という国の安全と平和になっているのも我々沖縄だというふうに思っています。ちょっと最後に、この前去年のですね、あの給食費の無償化の話もあって、で今回まあ軍港のこの移転率、まあ、公約の転換というところまであると思うんですけど、このやはりその今新聞報道でも100いくつ出されたその公約の中で実現されているのが10いくつだとかいう指摘もありますけれども、そのまあ公約の実現についてですね、市長その辺のこのまあ出されたものの2年間と今後の1年9ヶ月どういうふうにしていきたいというふうに。まず一つ、この100いくつやりながら実現できたのを10個と思うんですけど、この100いくつというのもですね、選挙戦の中で本当にたくさんの公約が発表されてしまいましたので、それを整理して同じものとかをやってカテゴリー分けていくと、それがいくつでしたか、50いくつになると。その中で今実現できたのが10ということでございますので、なかなか財政の中で難しい話もありますし、今のように安全保障をめぐるような問題、浦添市だけでは解決できない問題もたくさんありますので、そこはもう丁寧に一つ一つやっていくしかないのかなと思ってます。ただ昨日の記者会見で申し上げましたけども、安易な気持ちで公約転換をしているわけではありませんし、本当に苦しい中での、そういう判断であるということを皆様にも、そして全国の皆様にもですね、ご理解を賜りたいと思っています。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。